おはようございます。おはようございます。ちょっと急なんですけど、皆さん東北出身じゃないですか。はい。東北はやっぱ結構観光地なので、観光でいらっしゃる方がたくさんいるんですけど、それで観光に行った先とか帰る時とかってやっぱ駅弁を買う人が多いんですね。確かに。好みの駅弁を買うじゃないですか、やっぱり皆さん。はいはいはい。でもその好み以外のこれって美味しいのかなって気になることあるじゃないですか。ありますね。宮城県ってやっぱり海鮮のものがちょっと有名なので、海鮮の駅弁がすごく多いんですよ、仙台駅に行くと。今回はちょっと仙台駅にこの後お弁当を実際に買いに行って、食べれる？イエーイ。お昼だけで海鮮系の駅弁のみです、今回は。あー、キュー。もう一回言います。海鮮系のお弁当のみ。あー、ビッグ。イエーイ。イエーイ。そうなんか、でも海鮮も好きだからいいよ。そうでも種類いっぱいあるんですよね。嬉しい嬉しい。実際例えば皆さんのライブで皆さんがいろんなとこから来る場合があると思うので、その時に駅弁これ美味しかったよっていうのが分かるとすごい嬉しいかなと思ったので、確かにね。なのでまず一旦仙台駅にお弁当を買いに行こうかと思います。はい。この格好で。え、はい。恥ずかしい。仙台駅に来ました。到着しました。後ろで駅弁売ってます。はい、今回は海鮮系のみです。海鮮系のみです。めっちゃ言われる。え、お肉って海鮮？今の立場なの。すごい。うなぎ。うなぎ。うなぎがいい。うなぎ？すごい。うなぎ。ラスト1じゃん。じゃあ取ろう。じゃあです。うなぎ。あとは？たらこ飯やっぱ有名じゃない？確かに。有名。こちらも容赦なく高い方を選ぶ。高い方選びました。もちろん。焼き飯だって。あ、こちら高い。高い方にしよう。イエーイ。なんか大丈夫ですか？値段先行で取ってないですか？だからエビにしよう。まあ、あの、私たちのお金じゃないから。確かに。アナゴ？アナゴとさ、あのうなぎ、違いが分かるか。違い分かるかやってみよう。どうやろう？じゃあアナゴ。高いやつ。キャー、隠せ隠せ。見ないで。見ないで。じゃあ、どなたかお会計を。はい、じゃあ行ってきます。え、払ってくれるの？ありがとうございます。ケーキで凍ってくれるみたいです。いいよ、めちゃくちゃ。ありがとう。人のお金だ。購入が終わりました。イエーイ。かっこー。ごちそうさまです。いいよ。先輩、ごちそうさまです。では戻ります。バイバイ。ということで、一つずつ食べて正直に感想を言いつつ。はい、正直なんですか？いつも正直ですよね。確かに。嘘つけない。嘘つけないんだよね。それでは、一個ずつ実際に食べていこうかと思います。はい、はい、じゃあこれ、真珠ちゃん選んでたんで。私が選んだ牡蠣飯です。では食べてみましょう。うん、はい。いただきます。いただきます。そうそうそう。おいしい。美味しい。美味しい。美味しい。まずお米から。そうそうそう。これですよね。うん。うん。美味しい。牡蠣今まで食べれなかった。うん。これ美味しいね。牡蠣だ。美味しいです。チーズ入れたい。え？これ美味しい。え、美味しい。でもあったかくしたい。あ、確かに。冷たいかも。ちょっと冷たい。ちょっと冷たいかも。はあ、美味しいね。いや、これ美味しい。美味しい美味しい。
これ当たり当たりです、うん、食べましょう皆さんぜひ、うんうん、でしかウニを食べたことないからだからこれが高級レベルかどうかが緊張してるウニが緊張してるドクドクでは食べてみましょうはいいただきますうんおいしい、うん、なんかあのテクスチャーはテクスチャーもち固めああ美味しいけどあの北海道レベルではないかあお弁当だもんねまあ確かに、うんそうだよね、うん、お弁当のレベルで言ったら高いのかなそうそうそうお弁当の目線で見た方がいい、うん、おいしいウニの味が好きな人はいいと思うああ。お弁当の割にはおいしい、うんうん、イエーイエビせん料チラシですおぉエビだねそうねビジュわかんないビジュわかんないこれ、ね振らせてあのこれ卵ね中にねなんかね全然違うのがさ入ってるっぽいの、うん、だからちょっと一旦卵を全話ししてみたいと思います正直レベルだったそう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 なんか分厚いすごいすごいめっちゃ美味しそう面白いなんか見栄えがめっちゃいいねね、嬉しい、お得じゃあ、いただきまーすいただきまーすいやー、美味しそううん人によって食べた部位が違うので感想がちょっと分かれるかなと思うんですけどエビ食べたんですけど、うん、すごい美味しくてあと、卵が、だしの味が美味しかった私もエビ食べたんだけど、うん、なんか、エビだと思わんかったら美味しいなんだろう、違うの、なんだろうちょっと別物と考えてちょっと固めのなんかエビの何かと思えば鰻は梅酒じゃない方が好きかもあ、わかる、うん、なんかちょっと全体的に酸っぱい風味になってないなんかわかんない、一緒に食べたからかなまあ酢飯が好きな人は、うん、確かにねあといろんなの楽しみたいよっていう人が確かにいいんじゃないハラコ飯正直今のところ全て普通なのでそうね想像は超えてきてないよねうん、うん、やっぱなんかお弁当クオリティう、うんうん、この子たちには期待したいそうだねなんか似たようなの2つ買ってきたので、はい、ちょっと食べ比べをしていこうと思いますすごいでもなんかこっちはハラス焼きなんだよねハラコ飯ではないんだよきっとハラス、うん、ちょっと違うんだよへえー冷やし名物だねおぉぐちゃぐちゃになってるやばいこれもでもお弁当あるあるだよね確かにあ、ぐちゃぐちゃになっちゃったっていうのがいいんだよねかわいいでもあ、これすごいかも、すごいこれめっちゃ良さそうすごいねどっちがいいこれは別に新幹線とか乗らなくても買えてる、うん、普通に食べたい、確か
あのこれからさ、いい瓶で、うん、あのご飯の時に、うん、美味しいですか？たらこ飯で、これがいい、美味しいよ、やっぱ期待しただけあった、うんうん、よかった、美味しい、美味しい、すごかった、美味しかった、今こそ、ね、え、うん、ダントツ、美味しい、美味しい、これも好き、え、そう、それも美味しい、美味しい、好き、ね、で、ちょっとこのまんまの勢いで、サーモン続きで、うん、宮城サーモン、押し寿司です、いただきます。うまっ。サーモンの薄さに対してお米が多い。あうそこまで言ってない。そこまで言ってない。わがままを言っただけ。でもさっきの方がすごいインパクトとかは強かった。うんうんうん、まあ、あの先ほどのハラコ飯を食べた後のリアクションと比較していただければイエーイ、うなぎまぶしうおと、あとこちらアナゴ飯です。美味しそう、これすごいね、うなぎはめっちゃタレかかってるし、アナゴはでかいしいっぱい入ってたし、ね、ボリュームすごかった、うわ、美味しい、ちょっと違う、うぶたくん、うん、ふっくらめっちゃ、うん、ふわじゃない、うん、肉厚すごい、うん、でももうちょっと味濃くても好きかも、うん、確かに確かに、違いがわかるかな、うなぎってこんな味だっけ、うん、うん、うん、焦げてるなんかタレの味が独特じゃない、うんうんうん、わかるわかる、うなぎの酒飲みがちょっとまだ残ってる、うん、あなんかちょっとうなぎ、うん、なんかギリギリ何かを言わないピー入れる、はっきり言ってピーピー入れる、なんか骨が気になる。一応買ってきたお弁当はこれで以上ですかね。ちょっとあの温めておいたものが牛タン買っちゃいました。難しいなぁ、ビリ選ぶの本当ですか、どれが何が1位からそれぞれ1人ずつどのお弁当が良かったかと感想を一言もらえると嬉しいです、うんうん、私の1位はあちらのハラコ飯です。おぉ、私はすごくハラコ飯が好きで、うん、いろいろ食べてきたんですけど、かなり美味しかった。私は1位は、お心臓の音すごい、すごい、はい、いきます、せーの、かわいいイクラとトロサーモン、どう、はい、これはあのイクラがプリプリで、あとあの結構脂が好きなんですけど、あのトロサーモンがトロトロですごい美味しかったです、うん、美味しかった。私の1位のお弁当はうなぎじゃない、うなぎだよね、もちろんこれルンちゃんと同じです、私もこぼれいくらですねあのね、このトロサーモンが美味しかったし、あとシャキフレークが乗ってるのが私は個人的にすごい推しポイントでした。私の1位はじゃん、かき飯です。最初にね食べたんですけど、うんうんうん、本当に大粒で美味しく
かったし、ご飯も美味しかったので、ぜひみんなにも食べてもらいたいなと思いました。うん、私の1位は、うん、カレンちゃんと一緒で、かき飯です。人気だね。人気あの、かきが好きなので、うん、もう、かき好きという1位です。美味しかった、美味しかったよね。満足度高かった。私の1位はアナゴでーす。単純にアナゴが好きっていうのと、うん、あとなんか魚の脂身があんまり得意じゃないんですよ自分。だからなんかそれ変になくてアナゴふっくりふっくらしてて美味しかったです。美味しかった。バランス。意外と、そうだね。意外とバランスか。やっぱハラコ飯とカキ飯が人気ってことだね。そうだね。ビリクリだね。いや、まだどれがビリか多分皆さん分かんないと思うので気になるかなと思うんですけど、一斉ので一回言ってみますか。あ、分かりました。あ、心が苦しい。それなしよ。めっちゃ気まずい。まあ、一応8個買ってきたうちの第8位。そうですよね。そうそうそう、そうだよ。いっぱいあるからさ、この世の中のお弁当なんで。そうそうそう、今日の気分で。一応いろんな気分はある。気分はある。そう、今日の下に合わなかった。そうそう、それはある。明日は合うかもしれない。あくまで、そうそう、あくまで。そうそう、みんな、そうだよ、みんな。それでは、第8位は、せーの、うなぎ。イエーイ。いや、じゃ、中でさ、これだけダメだったのかもしれない。それは その1個だけつくの失敗して、そう、失敗した瞬間たまたま失敗を引いたのかもしれない。焦げちゃったとか言ったそうそうそう、ビスったけど、やばい、これ製造間に合い、なんか足りないってなった。多分タレの調合間違えちゃう。間違えた間違えた、多分これミスだったの。タレの調合間ミスってるから。むしろね、食べてそう、食べてほしい。感想教えてください。もうやばい、マジで。想像通りです。想像通り。P です。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということで、今回は駅弁海鮮系の紹介だったんですけども、今後もちょっといろいろ宮城県に来る方のために紹介をしていこうかなと。あのおやつの。おやつ、うん、お土産の食べ比べとか、あそこのエリアをやりたいですね。次回に続くかもしれないということで、今回はこれで以上でございます。はい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうでした。